ウーゾのボトルウーゾとは、アニスの香りを持つ、ギリシアとキプロスで生産される、無色透明のリキュールである。名称は、原産地名称保護制度で保護されている。なお、カタカナ表記ではウーゾなどと書かれることもあるが、本校では以降ウーゾに統一する。ウーゾは、生産、消費ともに、そのほとんどがギリシアとキプロス国内で行われる。ウーゾの原型は、チプロや、 ラキアという上流種で東ローマ帝国ですでに製造されていた。14世紀にアトスさでチープロを上流していた修道士がアニスの香りをつけたチープロを作り出し、これがウーゾとなったという。ウーゾという名前の発祥ははっきりしていない。一説には19世紀にテッサリアのティルナボスで上質なカイコの眉に与えられた。 ウゾマッサリアというイタリア語の東急に由来するという。これが高級品を意味するようになり、転じてこの上流種の名称となった。また、トルコ語でブドウを意味するユズユムに由来するとも言われる。19世紀にギリシアが独立して以来、ウーゾの上流はレスボス島を中心に広く行われるようになった。レスボス島はウーゾの発祥の地とも言われており、 今日でも主要な生産地である。1932年に、ウーゾの生産者は、同性の蒸留器を使う蒸留法を編み出し、これが現在では、標準的な生産方法となっている。よって1997年現在においては、ウーゾが上流法によって作られるリキュールだと説明されている。今日最も生産量の多いのは、島の南部に位置する町、プロマリのバルバヤニスである。 ウーゾは潰したブドウやレーズンを原料としたアルコール度数の高い蒸留酒を使用して作られる。このため、ウーゾはグレープブランデーをベースとしたリキュールであると説明される。ウーゾの特有の香りはアニスをはじめとする様々な材料を加えるために生じ、場合によってはコリアンダー、クローブ、アンゼリカ、スペイン肝臓、ミント、冬緑油、ウイキョウ、ハシバミ、シナモン、 ダイムの花といったハーブやベリー類も加えられる。配合は生産者によって異なる。これらの材料は、原料の酒と一緒に熱した、銅製の蒸留器で蒸留される。これが数ヶ月間貯蔵され、その後、アルコール度数約40%程度まで水で、希釈される。高級品でないウーゾには、希釈する前に、純度96%のエタノールが加えられることがある。 ウーゾは北に行くほど辛口で、ギリシア南部では砂糖を加えて甘くする。ウーゾは食前酒として引用される。ギリシアには、ウーゾとメゼデスを共する、ウーゼリーというカフェが多く存在する。夕方にウーゼリーにより、メゼデスをつまみながら、ゆっくりウーゾを飲むのが習慣である。ウーゾは、水で割ったり、氷を入れても良い。つまみを取らずに、ウーゾだけ飲む飲み方は好まれない。 アトスさんの修道院では、訪れた旅行者を、小さなグラスに入った一杯のツイプロと、ルクミと呼ばれる歌詞でもてなすのを伝統としている。エピコーリアマガジン、スプリング、サマー2007ハットオックスフォードイングリッシュ、ディクショナリーオンライン、オックスフォードユニバーシティープレス、リトリーブドセプテンバー7、2007ハット AB 福西、映像。 リキュールブック P204 柴田書店1997年7月1日発行 ISBN4 から388058033大関、アキラ、続用紙を読む本 P99 ビジネス教育出版1995年5月30日発行 ISBN4 から828395059ありがとうございます